んですけども、はい、それを解凍していただくことによって、はい、ご自身のトラックの歯が生まれますので、はい、まずはご解凍いただきます、はい、ドラゴンボールをピッとこう、はい、そうそうそうですね、ところがこちらを内されまして、この作品は透明の作品なのでパッチをしていただいていいですか、ね、そうするとその透明の羽根の波紋がちょっと広がりまして、今私の心と繋がってですね、透明して新しい動物になる、これからの社会を形作っていくということでして、実はこの背景にあるのが社会を表すものになっていまして、今それを導入した結果が徐々になんですけど、この社会にフィードバックされているという形で、これ一日一日でリセットされるんですけど、朝方は真っさらな状態だったんですけど、これから徐々に皆さんがこう導入する心を投げ込んでいただいて、ここまで育って育つんですね、こんな感じぐらいの寂しいものになっていて、それが徐々に一日の終わりになるんですよって出来上がっていて、こういった形のもの、楽しみました、ありがとうございます。大体で僕らはアップしてないんです、
ね。